おはにゃんしょうが、本日もサマナ研究やっていきたいと思います。あれ、犬白くん何やってんの？あ、実はね、カイロス回ってたんだけど、なかなか理想のルーンがドロップしないから作りました。いいな、ちょっとそれ猫たんちゃんにつけさせてよ。はい。猫たんちゃん、なんか犬次郎くんに3連続暴走で攻撃したって本当ですか？はい、ギルバトの防衛じゃないんだからさ。いや、ちょっといいルーンが手に入っちゃったのでね、ごめんなさい。僕は嬉しいです。なんか平気ならまあいいんですけど、まあ、猫たんちゃんはその装備してる暴走のルーンはもう募集になりますので、こちらにください。レジェンドなのに。はい、ルーン解除でございます。マナが消えた。はい、そんなわけで、本日はですね、強いルーンを手に入れるために制作、錬成、錬磨について解説していきたいと思います。切りたかったところだ、やった。まあ、入っていく前になんですけれども、ちょっと復習からやっていきたいなと思ってます。はい、はい、ルーンにはレアリティとランクというものが存在しましたけれども、まあ、星6のヒーローからレジェンドを集めていくのが第一の目標になるかなと思います。まあ、そんなところでね、あのクイズなんですけれども、星5よりも星6のルーンの方がいいと言われている理由は犬次郎くん覚えてるでしょうか？プラス15まで強化していった時の最大値が大きい。ああ、そうですね、正解です。覚えてますね。よかった、よかった。じゃあ第2問なんですけれども、どんなルーンも、まあ、プラス12まで叩くと最高ランクのオレンジ色になるんですが、最初からオレンジ色のレジェンドルーンがいいと言われている理由は覚えてますか？プラス3、プラス6、プラス9、プラス12でこうサブオプションが強化されたり追加になると、うん、でその後最初からサブオプションが追加されてたら強化されるんだけど、出てないと新しく追加されるだけで強化はされない。素晴らしい、正解です。ちゃんと勉強しましたね。すごい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 。ストップ、犬次郎くんキャッシュ。博士、犬次郎くんカーニングしてます。犬次郎くん、もう首だよ、首。バレてしまった。はい、じゃあまずはじめに、ルーン制作について話していきたいと思います。まあ、先ほどね、暴走のルーン、まあ、なんか段ボールで作ってましたけど、ゲーム内ではそんなんじゃなくて錬成製作研究所というところで作ります。段ボールじゃダメだったか。もうね、全然ダメです。マジかー。ルーン製作研究所に行って、まあ、ルーンっていうタブを開くとですね、初級、中級、高級、そして古代のルーンっていう4種類を作ることができます。で、まあ大体は星6のルーンが欲しいので、高級のルーンを作るっていうのでいいと思います。で、まあその高級のルーンを作ると星5から星6のレア以上のルーンが出るようになってます。星5か星6のレア以上ということは、レジェンドルーンとかも出ちゃったりするってことですか？します。うわー、嬉しい。ただし確率は低い。悲しい。はい、じゃあね、そんな悲しんでるところ申し訳ないんですけど、材料についてお話ししていきたいと思います。はい、はい、カイロスダンジョンでドロップする素材を使う、カイロス系のルーンと、異界のダンジョンで落ちる素材を使う、異界系のルーンという2種類存在します。それぞれ材料が違います。カイロス系の方は、調和の紋章、超越の紋章、混沌の紋章のうち2種類を使って、プラスルーンのかけらとマナを使います。異界系の方は、まあ、あの異界ダンジョンで手に入る結晶っていうね、あのみんな昔プールで拾ったあの遊ぶやつみたいな、形をしてるその結晶と、ルーンのかけらとマナを使います。紋章ってそんなのありましたっけ？はい、あります。カイロスダンジョンでドロップします。で、巨人とドラゴンと死のダンジョンそれぞれで落ちて、まあ、3つとも出るんですけれども、どのダンジョンも、ただ巨人は調和の紋章が、ドラゴンは超越の紋章、死のダンジョンは混沌の紋章が、他のよりも多く出るようになってます。紋章ってあのギザギザしてるやつですね。いっぱい持ってるんですけど、使い道よくわからないなって思ってたんですよね。うんうんうん、
そうですね、まあ、その使い道はね、制作研究所になるのでぜひ使ってほしくて、でルーンの制作が何が一番いいかっていうと、まあ、自分の狙ったルーンをね、選んで作ることができるんですよね。で初心者の人だったら、まあ、絶望とか迅速が欲しくなると思うので、それをね、狙って絶望のルーンを作ったりとかもできますし、まあ、ドロップ率がね、悪いというか集めるのが大変な、暴走とか激怒とかも作る人もやっぱり上級者にはいたりしますね。なるほど、使い道わからなくて超溜まってるので、あれ使ってバンバン作っていきたいと思います。次にルーンの錬成について話していきたいと思います。出ましたね、錬成。こう名前はよく聞くんですけどね、なんぞやって思ってたんですよね。ああ、そうですね、まあ、初心者の方はですね、まあ、ちょっと分かりづらいところあるかなと思うんですけれども、簡単に言うとプラス12まで強化したルーンのサブオプションを全部再抽選してくれる機能になります。でこれには錬成石とマナを使います。で、ルーン強化の錬成タブっていうのがあるので、そこから錬成石を使うことができます。サブオプションをリセットってことはルーンが生まれ変わるってことですよね、うん、いやでもですよ、リセットしちゃうっていうことはせっかく強化したのに強化がパーになってしまうんじゃないでしょうか。え、ちょっとそれ困りますよ博士。ママ待ってるぞ。いつもより圧が強いぞこれ。はい、落ち着いてほしいんですけれども、強化済みのルーンの場合っていうのは、その強化してる回数っていうのはそのままになります。プラス12だったらプラス12のままで、4回例えばルーンが跳ねてたらですね、サブオプションが跳ねて強化されてたら、錬成後もそのまま4回強化される分でルーンが、出てきますと。ってことは強化し直す必要はないってことです。その通りです。よかった、正しいですね。ただしですね、ちょっと錬成にはルールがありまして、まあ、4つあるうちのオプションが、同じように錬成されたりとか、4回強化された分が別のオプションでそのまんま4回強化されるわけではないんですね。完全にバラバラの再抽選が行われるっていうふうに思ってほしいです。ちょっと分かりやすくするために画像で例を、話していきたいなと思います。はい、まず錬成した後のもうこれ画像なんですけれども、左が、体力パーセントが1跳ね、敵中が2跳ね、そして最後に体力実数が1跳ねしてる状態です。でこれを錬成したのが右側になります。でもう見てもらうとオプションがもう完全にまずバラバラになっているっていうのと、まあ、跳ねはクリティカルが1跳ね、攻撃パーセントが2跳ね、でクリダメが1跳ねという形になってますので、まあ、オプションも変わってて、まあ、今ねたまたま多分跳ねてる場所が同じになっちゃってるんですけども、こういった、オプションも跳ねる内容もばらけて、バラバラになって再抽選というふうになります。なるほどなるほど、その位置のものが同じ回数分強化されるっていう話ではないっていうことなんですね。はい、なので新しいものができると思ってください。なんか複雑そうですけど、これって初心者も練成した方がいいんですかね。あ、そうですね、まあ、初心者もやれたらやった方がもう非常にいいだろうなと思ってまして、でなんでかっていうと、まあ、最初の方ってやっぱりレジェンドルーンを手に入れるの大変なんですけれども、まあ、そんな大変な中でせっかく手に入れたそのレジェンドルーンのサブオプションの内容が微妙だったりとか、その欲しいオプションがね、跳ねてなかったりとか、まあ、時数ばっかりね強化されたりした時にね、ここで錬成石を使うと生まれ変わるというところなんですね。まあ、レジェンドルーンもう一個手に入れるみたいな感覚で使ってもらえればなと思ってます。でやっぱりねその貴重なんで、まあ、ヒーローとかにももちろん使えるんですけど、本当に限られた数しかないんで、レジェンドルーンにぜひ使ってほしいなと思ってます。マジでもその貴重な錬成石っていうアイテムを私はイベントでしかもらったことがない、うんうんうん、ドロップしてるのを見たことがないんですけど、うんうん、あれはどこで手に入るんでしょうか。はい、ね、ダンジョンでは手に入らないんですね、こちらも錬成製作研究所から作ることができて、スペシャルというサブがあるのでそこから作れます。で1週間に3個までゲットできます。で、はい、3個で異界のダンジョンの素材ですね、さっき言ったプールみたいなやつの結晶のカット、マナが必要になります。異界ダンジョンの素材ですか、プールで拾ってきちゃダメですか。そうですね、プールで拾えるやつは、まあ、結晶じゃないので、ぜひ異界のダンジョンで集めてほしいなと思います。で、まあ
練成した方がね、圧倒的に早く強くなれるようになると思ってますので、まあ、集められる範囲で練成石を作るのがいいかなと思ってます。で、まあ、集める素材についてはクリアできるランク、B や C とかでも素材落ちますので、その辺でまずやってくれればなと思います。さらに今ね、デイリーミッションで異界のダンジョンってあるんで、一応それをクリアすればね、使ったエネルギーが少しだけは返ってくるので、まあ、やってそんなに損はないかなと思ってます。なるほど、首が3つある気持ち悪い怖いやつですが、いやー、じゃあちょっと頑張って戦ってみようかなと思います。はい、頑張ってください。首は1個です。はい、では最後に錬磨について解説したいと思います。錬磨、はい、錬成、名前似てるんじゃないですか？あ、そうですね、似てるけど結構別物でして、はい、錬成っていうのはサブオプションを再抽選して全く新しいものに生まれ変わらせるものです。で、錬磨っていうのは今のルーンはそのままにオプションを少し強くしてくれるものになってますね。なんでちょっと別ですよね。錬磨は今あるものを活かして強くしていくってことなんですね、うん、はい、そうです。これはルーン強化の魔力刻印タブから行うことができます。で、使うアイテムには錬磨石とジェムっていうものを使いまして、まあ、あとマナを使うんですけれども、で、この錬磨石とジェムはどこで手に入るかっていうと、異界霊道ですね、3本組の出てくるボスが出てくるところと、あ、そういうやつで、そういうやつで、そう、あとはタルタロスとイベントなんかでもゲットすることができます。異界か、博士ちょっと実は僕ですね、異界ダンジョン実は全然クリアしてないんですよ。難しいですよね。すいません、初心者、難しすぎて教えてください。わかりました。はい、そんな異界なんです、異界レイドなんですけれども、フレンドの力も借りることもできますし、その他支援という形で、レイナやドゥランドといった強いコンピューターのキャラクターを借りてパーティーを作ることができます。まあ、そうすれば初心者でも、まあ、3段階くらいまではクリアできると思うので、まあ、そこくらいまでまずは周回してみるのがいいかなと思います。もしね、まあ、それもちょっときついなって思う人はタルタロスなんかで、ノーマル以上のランクでクリアすれば錬磨とジェムが、錬磨石とジェムが出ますので、そこで集めるのもよし、まあ、イベントもあるんで、まあ、自分の手に入れられるルートをから集めてくるのがまずいいかなと思います。タルタロス結構好きなんで、私はそこからやっていこうかなと思いますが、今その錬磨石とジェムっておっしゃったと思うんですけど、錬磨ってついてるけど錬磨石だけじゃないんですね。あ、そうですね、はい、まず錬磨石なんですけども、すで、はい、にあるオプションの中から自分の、好きなオプションというか、まあ、4つあるオプションの、値を強化することができます。まあ、ちょっと一部例外、対象外のオプションがあるんですけれども、クリティカルとクリダメ、的中と抵抗、このやつは錬磨石はないので、それ以外のオプションを強化するというふうに覚えてください。すでにあるものを強化する、最初に言ってたこう錬磨っていうイメージそのまんまって感じですね。あ、そうですね、はい。で、ジェムの方なんですけども、このジェムはですね、ルーンの4つあるサブオプションのうち、いらないなって思うものに対して自分の好きなオプションに書き換えることができます。強化じゃなくて書き換え、お、はい、これはすごいですね。そうですね、で、このジェムをすることで、まあ、ジェムの、ね、最大値っていうのがあるんですけども、この最大値でつけるとルーンの最初からついてるオプションの時の値よりも高い値でつけることができるんですね。なのでこのジェムをして、錬磨するっていうのが強いルーンを作っていく上では本当に必須になってます。なのでこれジェムしたいんですよね、いらないオプションを1個。なので、まあ、以前にも少しお話ししたかもしれないんですけど、サブオプションっていうのが1個ずつ、4つあるうちの1個ずつが跳ねてるルーンよりもジェムがしたいので、まあ、それ以外の3つが跳ねて1個いらないオプションがあるっていうルーンをみんな求めてます。で、これをジェムして錬磨すると最強のルーンが作れていくようになると。すごい、最強のルーン、ちょっとこれ道のりが長そうですね。いやでもその分燃えますね、メラメラっつって、メラメラ。いや、博士ありがとうございました、はい、もう今日すでにボリュームたっぷりって感じなんですけど、まだ聞きたいことがあります、よろしいでしょうか？どうぞ。はい、ありがとうございます。まず一つ目、上級者の皆さんに質問なんですけれども、上級者の皆さんはどんなルーンが欲しくて、あんなにこういろいろ頑張っているんでしょうか？謎ですよね、みんな同じようなことずっとやってるし。はいね、という冗談はさておきですけど、まあ、どういうのがいいかっていうよりも、まずどういうのがいらないかっていうところなんですけど、何回か述べてるように、同じ
ルーンでも全部のオプションが1個ずつ跳ねてしまっているものはジェムができないので使いづらいっていうのはよくあります。っていうよりもやっぱり同じオプションが、4跳ねしてる尖ってるルーンですね、まあ、よくみんなが求めてる速度4跳ねというルーンになるかなと思います。でそういった尖ったルーン以外にも、まあ、何か1つのオプションが3跳ねしていてそれ以外にも自分の欲しいオプションが1個跳ねてるといった、まあ、ちょっと優等生タイプなルーンとかをみんな求めてるかなと思います。なるほどなるほど、分かりました。では次の質問なんですが、よくですねこうツイッターとかを見ていると、いやーこのルーンは並びがなーとか、並びが悪いからいらないやみたいなこと言ってるのを見るんですけど、並びって何ですか？はい、じゃあこれはクイズにした方が分かりやすいと思うので出題したいと思います。質問返しですか？はい、メインオプションが攻撃力パーセントのルーンがあると仮定して、ここから2種類サブオプションを用意したいと思います、はい、まず1個はサブオプションに的中、抵抗、速度、体力実数の4つがあります、うん、続いて2個目はサブオプションにクリ率、クリダメ、速度、体力実数の4つがあるという、こういった2つのルーンがあった場合なんですけれども、どちらの方がアタッカーに向いてるか分かりますか？博士がいつも言ってる速度は今両方とも入ってましたもんね、はい、そしたらアタッカーにつけたいからダメージを稼ぎたいので、クリ率クリダメが入っていた2だ。正解です。さすが、だんだん分かってくるようになったと。はい、まあ、メインオプションが攻撃パーセントだったので、アタッカーにつけたいときはやっぱりクリティカルダメージ出したいですと。なんで、まあ、クリティカル率だったりとか、最終的なダメージを上げてくれるクリダメをよく探して、こういうのがついてるといい並びだなみたいな風になってます。はい、なるほど、めちゃめちゃ分かりやすかったです、ありがとうございます。はい、で、他にもですね、アタッカー用によく使う激怒4番クリダメですね、これはもう最終的な火力をアップさせたいものですけれども、まあ、こういったものはやっぱりクリティカルを出したいので、この4番クリダメのオプションはクリ率だったり攻撃力パーセントっていうのがよくいい並びだとして求められています。はい、どんなモンスターにつけたいかイメージしたら良さそうですね。いや本当にその通りですね。ここからはですね、まあ、だんだん難しくなるかもしれないんですけど、まあ、モンスターによって欲しいステータスが変わるので、今度はですね、だんだん基本が分かるようになってきたら、そのサブオプションに対してどういうモンスターにつけたらいいのかなっていうのを想像するとより強くなってもらいやすいかなと思います。では僕やることあるんで、そろそろ消えたいかなと思います。それじゃあ、そろそろ普通のルーンじゃ物足りなくなってきてたから、今日は勉強になったな。とはいえ制作練成連磨、ちょっと全部一気に覚えるのは大変そうだから、まあ一個一個やっていこうかなと思います。最近手に入れて嬉しかったルーンなどなどエピソードがありましたら、ぜひぜひコメント欄に書き込んでくださいね。それじゃ次回もお楽しみに。サマサマサマーなー。